ヒューマンフォールフラット。いろいろなアクションでパズルを解いていく協力型ゲームである。もしかして協力型のゲームをあんた一人でプレイするの？ちょっとかわいそうになってくるわね。といつものアベルさんなら同情されちゃう流れなんですが、今回は4人のゆっくり実況者とのコラボ動画なんですよ。へえ、それはまたすごい出費になるね。それで、今回は誰とのコラボなの？ええ、ちょっと待ってくださいね。ちょびっとアベテプグニクラだー。ええ、いや、何この絵面。ちょっとね、立ち絵を僕が描いて用意しようと思ったんですけど、時間が足りずにこんな感じになっちゃいました。いや失礼失礼、適当にも程があるだろ。こんな適当な立ち絵でどう進行していくんだよ。よし、それじゃあ一人ずつ挨拶をお願いします。うん、もしかしてだけどその単語しか喋れないの？まあ、とりあえず始めていきますか。うろー、落ちる落ちる落ちるー。お、工場っぽいところに落とされたわね。みんなすっごい個性的なスキンしてるな。ふむ、このトラックを使って何かするのか？ああ、燃料を運んできてこの中に入れたらいいのかな？って犬が燃やされてるー。この人が犬を閉じ込めたんじゃない？いや、現在進行形で閉じ込めようとしてるな。自らが燃料になるその心意気、最高だぜ。ワン、ワン。みんな、ここの扉閉じるの手伝ってくれー。ねえ、この犬が何かしたの？遊んでないで早く燃料取ってこようよ。そんなわけで出発だー。って待って待って、アベルさんすごい位置に挟まってるけどなんで？ぐにゃぐにゃの人間じゃなかったら死んでたぞ。てかどういう光景を見せられてるんだよ。誰か助けて、僕挟まってるんです。アベルさんだけ特等席とカズルくね。俺にもそこの席座らせてくれよ。うまく操縦できないからやめてくれないか？もうやだ、タイヤの摩擦でハゲになっちゃう。ちょっと、前が見えないんだけど。ゾンビ映画でよくある車の前にしがみつくごっこ。ワンワン。割と何でもできる自由度の高いゲームだな。でもこれ本当に遊び方合ってるの？合ってる合ってる。ここではみんなゾンビ映画ごっこしてるよ。マジで邪魔だからやめてくれないか？ね、みんな楽しそうでしょ？ワン。頂上に着いたんだけど、ここの石炭を運べばいいみたいだね。なるほど、こういう仕組みになってたんだ。確かにこれはみんなで協力しないと大変だね。待って待って、下がりすぎ下がりすぎ。アベルさん一人の力じゃ食い止められないです。ああ、下にめっちゃ石炭が落ちちゃってるじゃない？ほらアベル、あんたも見てないで働くのよ。ええ、アベルさんはみんなの行動の監視役なのに。なるほど、ここで石炭をコンベアに乗せてたのか。まあ、あとちょっと乗せるだけで十分なんじゃない？っておい、あんたは別に乗らなくていいんだよ。だって、人生で一度はコンベアで運ばれてみたいですやん。この経験が後に生きてくるのです。コンベアで運ばれる経験とかどこで活用するんだよ。ワンワン、ワン。うん、犬が何か言ってるよ。ちょっとちょっと、なんで松明持ってきちゃってるの？燃えちゃってもいいの？石炭と一緒に美味しく焼けちゃうよ。やばいよこの犬。笑ってやがる。燃やされる前に急いで発進するのよ。ワーン。で、石炭がいっぱいになったから戻ってるんだけど、さすがにバックで戻るのはやばくないですか？うん、確実に奈落に落ちちゃうだろうね。てか、車無視して自分の力で石炭運んでない？まあ、車で運ぶよりも普通に早く運べるからね。それでも俺は絶対に車で運びきってやるからな。バックで運んでる時点で無謀なんだよな。ほら、まだ間に合うから U ターンしよ。やだやだ、俺は何が何でもこの状態で運びきってやるからな。おい前進しろ。ああ、ええ？ああ、俺たちの石炭が。なあ、もう燃料足りてるからね。うん、手運びだけで終わったわ。え、マジで？アベル、みんなで協力するゲームだからね。謝罪の意味も込めてあんたも燃料になりなよ。へえ、わかる。ジョビさんもそれがいいと思う。お前は今日から燃料な。こら早く入れよ。イッヌはそんなこと思ってないよね。入れ。うん、僕燃料になります。この犬が喋るってよっぽどだからな。でもアベル、これであんたも協力したことになるよ。今、俺、みんなの役に立ててるんだね。よかった。みんなの役に立てて本当によかった。人の役に立つって簡単なようで難しいことだからね。アベルの場合はこういうやり方だったってだけのことよ。うんうん、適材適所ってやつですな。ってこんなの納得できるわけないやろがーい。ああ、みんなでキャンプファイアーして楽しんでたのに。そんなわけで、別のマップに来たんだけど、この石碑を倒して向こう側に行くみたいだね。ワンワン。ああ、棒を使っててこの原理で倒すのか？いや力技でゴリ押そうとしてるみたいだけど。いけるいける、みんなの力を合わせたら倒せるぞ。左側はチョビさんに任せてくれ。押せ押せ押せ。いいよいいよ、もうちょっとだよ。いやチョビさんの押し方意味なくない？もう一踏ん張りだー。よっしゃ、向こうへ渡れる橋ができたぞ。やっぱりこれ重心がずれてたから下に落ちそうになってるよ。ああ、こんなところで落ちてなるものかー。すごいよアベル、映画でありそうなワンシーンだったよ。でも、
あんたの腕力で這い上がれるの？はは、アベルさんの力を舐めてもらっては困るよ。ジョビさんもそっちに行くからねー。目の前で身投げした人いるけど、橋は落ちても復活するんだね。うむ、オブジェクト系は落ちても大丈夫だよ。それで、お次はこの扉を開けるみたいだね。多分木の棒を使って開けるんだろうけど、これだけの人数がいたら普通に開けられそうだね。イッヌ、そこにぶら下がっても意味ないからね。イッヌのせいで右側の門が全然動かないよ。いや、多分あんたが左側の門も一緒に掴んでるからだよ。なんだこの犬？イッヌ、今は遊んでる場合じゃないから。わーん。さて、次に進めるようになりましたね。ここは古代の遺跡をイメージして作られてるのかな？お、エレベーターみたいなのが設置されてるよ。ふむ、どちらかの重みで片方が上がるという仕組みか。多分何かを運搬しないといけないんだろうね。これも人数のゴリ押しで簡単に突破できそうだな。友達の多い人が有利になるゲームだね。いやいや、少人数で突破する方が達成感得られますけど、何でも多ければいいってもんじゃないんですよ。そうだね。奥に進むために土台を運んでこないといけないのかな。よーし、アベルさんはここで見張っておくから頑張るんだ。あいつ土台にしない？協力ゲーに犠牲はつきものだよな。わーん。よーし、アベルさんも一緒に頑張るぞ。あ、ジョビさんの奥の方に箱が置いてあるよ。まずは左を下げた状態で移動させなきゃだね。ふむ、それならイッヌと俺が右に立ってるよ。立てませんでした。どうやったらそんなことになるの？いやでも、逆にこの状態が維持できるしいいかもだ。待って待って、一生この状態で生きていくの？イッヌ、お願いだから助けてくれ。一体何を見せられてるんだよ。あ、これはもう救出不可能だね。わはは。もしかしてこの犬わざとやってるのか？アベルさんの窮地を楽しんでるのか？みんなが協力して箱を運んでるってのに、あんたは何をしてるの？こんなつもりじゃなかったんです。ふう、なんとか脱出できたぜ。やっぱり最初のマップより難易度は上がってるわね。お、次はシーソーを使って向こう岸に行くのか。一人が端に立って、みんなが一斉に反対側に立てば飛んでいけるのでは？一人さえ進めたらセーブされるからね。そんな面倒なことしなくてもジャンプでいけるって、ほらな。飛ぶ側をちょっと高くしてたらジャンプで届くのか。助けて。自信満々に飛んでいったのに進めてないじゃん。大丈夫だ、お前の屍を俺が越えていく。だってこれは協力ゲームなんだぜ。ちょっとアベル、何してるの？このポジションマジで地獄なんだけど。ごめん、あと少しだったんだけどな。みんな、俺たちの屍を越えていくんだ。アベルたちを掴めばちょっとは距離が軽減されるのかなって思ってたけど全力で無視していったな。もしかしてこれ死ぬしかない？ジョビさん、お願いだから助けてくれ。もう、これもしっかり仮として計算。無理やめて顔がちぎれる。それ以上は放送できなくなっちゃう。なんで次から次へと問題を起こすの？起きたら戻ってこれるんだし早く起きろよ。ぐすん？ふむ、上から巨大なボールが降ってくる仕組みか。でもこの先は奈落に続いてるみたいだよ。あの右にある横穴に行けばいいんじゃない？なるほど、ボールに乗ってあそこまで行けばいいのか。よし、ボールはしっかりと掴んだぞ。そっち側にいたら絶対行けないよね。もうあとは奈落に落とされる未来しか待ってないからな。いやだ、こんなところで死にたくねえよ。俺の人生はこんなところで終わっていいはずがないんだ。おお、生き返ったぞ。右側からボールに捕まったらいけそうだね。それじゃあ、まずは俺が手本ってやつを見せてやるよ。ボールに転がされるんじゃなくて自分がボール。船長の霊圧が消えた？船長、今の動きを絶対次に活かしてみせます。いやー、これ思ってた以上に難しそうだな。勢いがつく前にちょっと早めにジャンプするんだよ。心配すんなって、俺を誰だと思ってるんだい？ぼっち金づる。もういいでーす、アベルさんの本気見せてあげまーす。乗ったと同時に向こうまでジャンプだよ。おっ。それじゃ、先に進んでるね。ちょっとあの手助けとかしてくれたりしてくれない？ほら、俺たち仲間だろ。都合が悪くなったら仲間とか言い出すやついるよな。それにしても、結構手残ったパルクールだね。うむ、割と操作が難しいから難易度が高くなってるんだよね。そしてアクションゲーでよくあるパルクール来たー。待て待て、一直線で進んじゃダメでしょ。この状態からどうやって先に進むんだよ。ふむ、これは頭を使う必要が出てきましたね。ワンワン。タイミングよく足場のところで手を離すしかないですね。ジョビさんも混ぜてー。ああ、またバカが一人増えたよ。これだけ勢いがあるのに足場に着地できるわけないよね。着地は無理でも掴みさえできたらワンチャン。あれ、ジョビさん大丈夫？ああ、体幹さえ鍛えてればこれぐらい簡単ですよ。絶対落ちた方が早いだろこれ。ああ、ここで手を離せばいける。って頭の中では完璧に計算できてたんだけどな。はあ。船が過ぎ去ったタイミングで行けば大丈夫だ。一旦そこの崖に捕まってたらいいんじゃない？いや、なんで登ったの？左腕とあばら4本持ってかれたー。ははは、なかなか楽しませてくれるじゃねーか。多分そこで行き詰まってるの君だけだよ。ワン、ワン。ほら、犬がお手本見せてくれるみたいだよ。イッヌ、
様にそこの難所がクリアできるのか？あれ？そんなあっさりとクリアできちゃうの？いや、そこまで難しいパルクールじゃないだろ。一旦崖に捕まってて、船が通った瞬間に進むんだよ。うむ、さっきのデコツは大体掴んだからな。いや、だから一旦待てよ。あここまで下手くそだとは思ってなかったよ。